仙台市へご協力いただきました部長の皆さんです。チーム紹介をご紹介させていただきます。宮城県仙台市へご協力いただきまして、鳴子をとってかっこよく踊る大人から子供まで日々練習に励んでおります。何よりも今踊るのが大好き、大好きな方々です。よろしくお願いします。はい、会場の皆さん、こんにちは。宮城県仙台市から、お越しいただきます。申します。この、パレード会場、2回目のようになって、ちょっと街も息が上がってて、嬉しいところあるかと思うんですけど、申し訳ございません。これから演奏させていただきますのが、奈良という曲でございまして、宮城県の、北東部に位置します、気仙沼をテーマに、作り上げてきました。その中でもですね、この内林、和太鼓の内林っていう、お祭りがあるんですけども、その太鼓を打ち鳴らす振りであったりとか、その中で舞い踊る芝居の、舞い踊るその振りにイメージしております。皆様に気仙沼の風を、お届けできるよう精一杯踊りさせていただきたいと思います。ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。はい、はい、
それでは続いてのチームをご紹介させていただきます。茨城県日立青森市からお送りいただきました宮城組の皆さんです。チーム紹介をご紹介させていただきます。茨城県日立青森市を拠点に活動しております宮城組です。感謝の心を持っており、見てくださる皆様の心に受け入れができるよう日々精進してまいります。この宵市祭りにおいても私たちらしい宮城の花を添えられるよう精一杯演舞します。よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。茨城県北町宮城市を参りました宮城組です。会場にお越しの皆様に宮城の心、思いを感じていただきますよう精一杯演舞いたします。宣言よろしくお願いします。Let's go!
よー